本日のゲスト石川忍さんでございます。業界歴30数年、はい、いろんなところにちょこちょこ顔を出して、なんとかあの底辺で生きながらえている、パチンコ業界人です。パチンコ屋さんの社長だよ。そう、それで、雇われですからね。基本的にはホールに、はい、どっぷり、ホールにどっぷり、はい、あ、ジャグラーの中間設定とか本当にやめてほしい。やめてほしいのか、やめてほしいんか、分かりづらいからな。だどうなんすかね、僕らみたいなもんというか、あのでもさ、4時に店行って12の14って置いてあって、はい、3か6かって分かる？いや分かんないです。分かんないよね。分かんないですね。で、あの夕方から行かれる人とかって中間ベースの方がいいんじゃないですか？俺もそう思うんだよ。僕もそう思うんですけど、今やロックとか落ちてるイメージないんですよ、夕方に行って。強いもうホールさんとかでもう今何百人何千人とかって並ぶじゃないですか。そういう店で、じゃあ例えば仕事終わって夕方行ったとこでいい設定はもう多分空いてないって考えたら、僕は中間とかいっぱい使ってくれた方が遊べるんじゃないかなって思うんですけど。難しいよな。そうなんです。ファンキーでも、はい、ファンキージャグラー、うん、がすんげえ面白いなと思ったの。へえ。最近なんか僕の周りだけか分かんないですけど、ファンキー前代系の対象になることがすごく多いんですよ。あれは必然なんですね。そう。へえ、面白い、うん、なんで、なんか多いなって思ってた、ね、ができる。だからさっき言った12の14、3、はい、4時で12の14にならない、はい、ならないんだ。ファンキーは勝手に暴れるってこと、うん、やっぱりね、ビッグの比率が高いんで読みづらいだろっていう。あ、うん、なるほどね。じゃあそれってちょっとニュアンス違うけど、中間設定容認だよね。うん、だから中だから6、なんかね、コメント的には中間設定 NG っていうコメントの方が多いんだよ、ね、イメージがあるけどね、うん、ジャグラーでも中間の方がやめやすくていいと思うけど。あ、まあ、朝から打つ人はね、だから朝一のお客さんも大事なお客さんだけど、はい、おっしゃる通りで、やっぱり午後夕方から来るサラリーマン、ね、はい、夜からとか2時間勝負、3時間勝負、はい、でも、ね、ゴッドで1万5000勝負よりはジャグラで6000勝負っていう方たちが遊んでいただくんだったら、やっぱり中間設定の方がいいですよね。勝ちも負けもそんなに大きくないやろ、大きくならないだろうな。まあでも一人一人は大きいんだよね。平均するとやからね、一人一人は大きいんだよ。だ、ね、人それぞれやな。ほんまに中間だるいから 1か6だけがいいとか。これは本当、いや、この辺はだから、例えば土日で、土日祝日で長時間打っていただけるっていう環境が整えば16勝負でもいいと思うんですよ、店側もね、うん、でもやっぱ平日を考えたら中間設定も使った、まあこの辺は店とお客さんのバカし合いになるんだけども、だ地域とかによっても違うんじゃないですか。その客層によってやっぱ中間を多くしているホールさんとか、うん、16にしているホールさんとか、やっぱジジババの多さ、特にまあジャグの話になればジジババの多さ、はい、それとかアイムの比率によって変わるんじゃない。アイムはほらもう分かりやすいので、はい、うん、アイムって分かりやすいですか？多分1対1だもん、6は。なんか5とかめっちゃ入れてません？5使う4号使うですよね。分かりやすいはずのアイムを分かりにくく使って、うん、そう、分かりづらく使う。そうあなたはでも6はストレート入れるよ6はストーンと入れるんだけど、でもやっぱり普段のことを考えるとやっぱり4号は使い勝手がいい。だから店的には中間使いたいのいや、使い勝手いいよ、4号は。だから使いたいの、中間。使いたい。やっぱ適度に負けないようにしたい。負けすぎないようにもしたい。負けすぎないようには作りたい。